チトラルは、パキスタン、カイバル・パクトゥンクワ州の都市、チェトラルとも表記される。チトラル地区の中心地で、クナール側の西岸、ヒンドゥクシュ山脈の最高峰であるティリチミールの、麓に位置する。人口は2万人、標高3800メートル。チトラルへの最も容易なアクセスルートは、アフガニスタンのジャラーラーバードからクナール渓谷を通るルートである。 このルートは一年中利用でき、カーブルへも直接アクセスできる。しかし、アフガニスタン・パキスタン国境では通行が制限されている。この他には峠越えのルートがいくつかある。南には標高3200メートルのロワリ峠があり、そこからペシャーアワルまでは365キロメートルある。北には標高3798メートルのブロホル。 峠がそびえ、下記はアフガニスタンのワハーン回廊への主要ルートとなるが、冬季は閉ざされる。東には標高3719メートルのシャンドゥール峠があり、そこからギルギットまで405キロメートルほどの道のり。西には標高4300メートルのドラー峠がある。気象種のハヤブサや雪氷の生息地でもある。一年の半分は、 雪の影響で孤立するが、その問題もロワリトンネルの開通に伴い、軽減される。全長8 6トルのこのトンネルは2009年から2010年の冬に仮開通し、2012年に全面開通する見通し。このトンネルにより、シトラルへの移動時間が短縮されるだけでなく、峠が雪に閉ざされる冬の間もアクセスが容易になる。の気候区分では、 地中海政気構に属する。イスラム教が広まるまでは仏教が信仰されていた。現在でも仏教関連の遺物が発見されている。さらにアフガニスタン東端のクナール渓谷のジャガンサレーにはヒンドゥー教の人遺跡が存在する。チトラルイ北のデュアランドライン最北部ではインド、中国、ロシア帝国の勢力が交わっていた。そのアフガニスタン側に暮らす 人々の大多数はイスラム教徒ではなかった。1895年に指導者が暴殺され、権力継承を見守るためにルギットからイギリス軍が使わされた。1900年にアブドゥンラフマーアンハーンによってイスラムに改修を迫られ、その地方の名もヌーリスターンに改称された。法族が多数を占める。現在、主にカラシ渓谷に暮らすカラシュ族は、 シトラルから16キロメートルほど行ったアユンの西の人里離れた3つの渓谷に暮らしている。この地域ではダルド語群に属すコア,アル語と13の地方語が主に話されている。カラシュ族はカラシュ語を話す。町ではウルド語も通じパシュト語もある程度話されている。もともとこの地には多神教を信仰するカラシュ族が住んでいたが、後に法族に侵略された。 イスラム文化が浸透しており、女の社会進出は進んでいない。女は街中の通りを歩くのを意味ため、買い物も男や子供が行く。シュンドールポロ競技場クリケットが人気のパキスタンにあって、ここではポロが人気で、サッカーもよくプレイされている。年中スポーツの祭りやトーナメントが開かれるが、中でもシャンドゥールポロトーナメントは世界で 最も高所で開かれるポロ大会である。トーナメントは一週間ほど続き、その間およそ1万5000人がシャンデュールを訪れる。サッカー国内代表のムハンマドラソールなど、国を代表するスポーツ選手を何人か輩出している。多くのサッカークラブがある。ありがとうございます。